なんだっけこの曲、この曲なんだっけ、生きてれば一回は絶対に耳にするこの曲なんだっけ、ちょっとわかんない、なんかね絶対聞いたことはあるんだけどね、曲名は何ですかって聞かれるとねわかんなくなるよねこういうのって。はい、まあ、そんな話は置いときまして、今回やっていくのはペイントレッド記念館っていう短編ゲーなんですけど、ホラーゲームじゃないらしいのよどうやら。結構ね内容はダークそうなんですけど、ホラーではないのかもしれない。はい、やっていこう。入館なんで、まあ単発動画になると思いますね。あーもう暗いわ雰囲気がもうすでに暗いわ。あ、動けます、メニューは開けない。あ、そういうパターンね。はいはいはい。お前は誰だ誰だ誰だ、頭の中。あ、お客さん、もうすぐ閉館の時間ですから早く回ってくださいね。え、忘れ物ですか。何も届いてなかったと思うけどな。訳ありか。ペイントレッド記念館のご案内。1990年初頭に閉鎖された当サナトリウムペイントレッドは、かの有名な FC を収容していたことから、後に記念館として一般公開されることとなりました。 FC の一部の作品や当時の記録が所蔵されています。サナトリウムをなんかそういう風になんか公開するって珍しいよね。もじもじ、あなたは、あ、もしもしか誰だお前、え、なになになに、何だったの。あー、セーブか、了解。なるほどね、じゃあ行ってきます。あー、どこから行こうか。まあ順当に手前の扉から行きますかね。さて、ちょっと待って、なんか右やばくない右やばくねえか、右やばくねえか。半透明の人いるんだけど、ちょ待って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 、え、サナトリウムってそうなの。え、だから病院とかだったら分かるんだけどさ、え、別に精神病院とかそういうわけではないでしょ。ちょっと待って、なんか改めて聞かれると分からないな。サナトリウムってなんだって言われてみんな説明できる、俺は多分自信ないわ。精神病と脳について、まあでもなんかイメージはそんな感じなんだよな。詳細分かんないけど、 FC の日記に1から読みたかったな。時々思う、私は何の病気でここにいるのだろう。精神的な病気なのか、それとも肉体的な病気なのか、いや、そもそもこれらに違いはあるのだろうか。ここは療養所として設けられたらしいが、果たして何の病気に対する治療が行われているのだろう。患者にはいろんな奴がいる。それで私は混乱するのだ。私は確か初めは精神病だということだった。しかし意識ははっきりしているし、思考力にも問題はない。自分ではどこがおかしかったのか、どこが異常なのかわからない。これはただ混乱しているだけなのだ。正常な人間だからこそこんな施設にいると変に思われる。いや、でもここにいる時点でもうお前はやばいやつなんじゃないの自分を正常者だと思い込んでいる精神異常者だよお前は。例えば A という男は体の病気に違いない断言してるね、かわいそうに。肺病を患っていて、話していると死に行こうとしていることがわかる。それはむしろ普通の病院に行った方がいいのでは。細い声と遠い目と、それから何であろうか、刺繍がするというか、命の炎ほむらそんな洒落た言い方しないよな、弱々しいのだ。そういうやつが他にもたくさんいる。それから D という女は狂人だ。壁に向かって話しかけているし、夜になるとひどく暴れる。よく檻のついた個室に移動させられて、私は彼女が苦手だ。もう精神病院じゃん。あれ、サナトリウムって精神病院のことなのか。ちょっとごめん、ググるわ、後で。後でググります。だが、時々全く病人だとは思えないのがいるのだ。P はよく本を読んでいて、明瞭ではっきりした話をする。たまに外で運動しているところも、活発でおかしいところはない。そういえば最近こんなことを言っていたのを覚えている。実際外の人間も変わらないんだよ。ああ、まあ確かに確かに、全然そこかしこにいるからな、やばいやつな。今日本やばいからね、なんか不景気なせいか知らんけど治安が
悪くなってきてるよね。なんかそれに伴ってやべえやつが増えてきてるなんか感じがするんだけど、まあ、それは置いときまして、私は病人ではないが時間については自信がない。とするともうずっとヘルスと話していないのだろうか。ヘルスって何？ヘルスっていう、ちょっとわかんない、はい。ちょっとなんか話がやばい方に行きそうだったんで、はい。彼女の絵を描いてやる約束をしたんだが、院内に所蔵された書籍がそのまま保存されています。閲覧は自由ですが、この絵からも、あーい、まあこれだけかな、この部屋は。ちょっとあの半透明の人に会いに行こうぜ。いいワープしてる。あ、なるほど、そういうことか。ちょっと何が分かったかっていうのはちょっと後で説明するわ。ちょっとこの手のゲームやってるとね、自然となんというか分かってしまうことではあるんだけど、当時の職員が使っていたロッカーらしい。はあ。本棚には名簿のようなもののファイルが並んでいる。うん、まあ他は何もないかな。展示品じゃない。さっきさ、あの半透明の人がさ、ここに立ってこっちを向いてたのよ。つまりここを調べれば何かあるって、おらな、おらな、こういうことよ。6951、まあ、絶対何かしら意味あるよな。当時の職員が使っていたロッカーらしい。棚には何も入っていないな。あ、こっちから読めばよかった。この場所にいるとただでさえおかしい頭が一層おかしくなりそうだ。療養に来たというのにこれでは反対のことではないか。ここでの生活は世間一般のそれと隔絶されている。例えば患者のいる個室には時計がない。時刻を確認するためには共同生活スペースまで出てこなければならないのだ。しかも個室には時計だけではなく窓や換気口もない。これは気狂うでしょ。なんで時計がない。まあでもそっか、なんか時計のなんか部品とかなんかそういうのでなんか自傷したりみたいな、下手すると自殺しちゃうみたい な、 なんかそういう危険性をはらんでるから置かないみたいな。でも時間感覚わかんなくなるよな。なんかさ、人間ってさ、なんか時計があったり、あるいはこの外の様子がわかるからさ、今は昼なんだなとか、あ、今は夜なんだなっていうのが、まあ、目で見てわかるじゃないですか。そういうなんか視覚からの情報が遮断されて、なんか長期間なんか何もないところにいると本当に気狂うらしいですからね。だから時計とかって意外と大事なんだよね。もうなんか当たり前のものとして日常に馴染んでるけど。それから日付の感覚が狂ってしまう。まあそりゃそうだろうな。これは一つの重大な病原であると私は思う。ね、なんか精神病の療養に来てんのにね、なんか新たな精神病にかかりそうだよな。気づいた時にはもう遅かった。廃人になってるってこと？こうして日記をつけ始めるに至って私はそれ以前にどれだけの期間をここで暮らしてきたか全く確かでないのだ。もちろん正常である人々には何ら問題ないことであろう。そもそも日付やなんかは私の気のせいだと。いずれにせよ職員を頼ればいいのだと。しかし私には看護師や他の職員の言うことを信用できない。精神病というのはただ、たとえ軽度のものであってもその患者の信頼を失墜させるのに十分なのである。その原理は中世から現代に至っても変わらない。人々は真面目に取り合わず、ここでは現実と妄想が錯綜する。つい先日のことであるが、私は看護師に昨日のリンゴが残っていたら食べたいと頼んだ。しかし看護師はリンゴなどしばらく出していないという。私は間違いなくリンゴを噛みしめたというのに。ボケ老人じゃん。では最後にリンゴが出たのはいつだったかと私がそう聞くと、もう1年も前になるんじゃないかしら。やっぱお前やばいよ。なんかおかしいよ。ボケ老人じゃん。おじいちゃんさっき食べたでしょって、飯はまだかのーって言って、おじいちゃんさっき食事休んだでしょっていう、その上位互換だねこれは。
いくら時間の感覚が狂っていようと、1年と1日は間違うはずないじゃないか。おそらくここの職員たちは私たち患者をからかっている。私たちが何を訴えても世間の人々は信じないだろうから、いいようにもてあそんでいるのだ。食事を制限したり平気で嘘をつく。ここを出たら私は他の仲間たちのためにこの療養所での罪について告発しようと思う。日記に記せるかどうかわからないが、もっと恐ろしい仕打ちに合わされているものがあるのだ。果たしてこれはどっちが正しいんだろうな。いや、まあなんか普通に考えたら、まあなんか妄想なんだろうなっていう、まああくまでこの施設に入れられてる側の人間だから、絶対にこの FC がおかしいんだろうなっていうのはわかるんだけど、まあ、可能性の一つとしてね、確かに職員側があえてなんかそういうことをしてこいつらおかしくさせてるっていうこともまあ考えられなくはないんだよな、一応。まだちょっと謎が多いですね。とか謎しかねえわ。いるじゃん誰か。どうもこの時間だと静かでいいですね。僕は当時小さい食堂だったそうですよ。でも記念館は本来の3分の1ほどしか開放されていないんです。ちょっときつい設備なんか見えないように。ああやっぱやべえところはやばかったんだ。ここがあの集合スペースか。時計あるもんね。めっちゃレトロじゃん。何これ、さてじゃああっち行きますか。ちなみにさ、この主人公のことも特に何も情報がないから、まあ、ぶっちゃけ疑うとしたら主人公なんだよな、その患者っていうのが。まあベタっちゃベタだけど、本当に何の情報もないからさ、こいつ何者なんだよってよ。俺全く知らない人物をさっきから操作してるからね。一説によると F 氏は他の患者と恋仲であったといいます。当時の職員や患者は F 氏がヘルスという女性の名をたびたび口にしていたことを証言しています。ヘルスじゃなくて。しかし入院患者にヘルスという女性はいませんでした。 F 氏には強い妄想癖や幻覚症状がありました。まあそうだよね。普通に考えたら信じるべきはこっちなんだよな、こっちの情報なんだよな。当館に展示されているヘルスが彼の言う女性であるという意見がありますが、確かなことは分かりません。ヘルスはもともと無題の油絵でしたが、展示にあたって当館長よりこの題がつけられました。ヘルスっていう作品があるんだ。興味ないな。興味深いな。真逆のこと言っとるやん。こちらからだと読めない。そりゃ普通の本だからね。なのもいきなり気さくな人間アピールしてんだよ。一点透視図法、荒野を描いた水彩画だ。地味だけど構図がしっかりしている。海を描いた水彩画だ。水平線が一直線でどこか無機質な感じがする。あ、これか。女性の横顔が描かれている。この人もペイントレッドに入院していたのだろうか。あー、絵が得意だったのかな。なんかそういうさ、精神病患者というかさ、なんかそういう人ってね、なんか才能が秀でてるね、何かしらものすごい特技を持ってるみたいな、サバン症候群って言うんだっけ。まあ、でもこの場合だとなんか違うか。それとこれとはまた別か。なんだあのカエルは。この記念館のマスコットキャラクターだ。ものすごく愛らしいな。そうそうですか。はい、文字文字。じゃあまあ順番に読みたいから普通に手前からいきますかね。展示品特に読めないか。3、ここ最近のことなのだが、よく同じような夢を繰り返し見るようになった。夢の中で私がいるのはこの療養所だ。しかしある時は患者が誰もいない。ある時は私がヘルスの姿をしている。そしてまたある時は私は死に瀕している。そしてその全てには共通している点があって、
なぜか療養所中の壁が赤く染まっているのだ。なんかおかしいなとはずっと思ってたんだけどさ、ここでそれに触れてくるんだ。それはなんとも驚々しい。私の担当らしい医師にこの夢の話を聞かせると、それはあなたの普段、つまり覚醒時に何か影響があると質問された。私の覚醒時どうだろうか。これまでの日記を見ても特に変わったことはないと思う。もともと初めから異常な点などありはしないのだ。それがなぜかここに入れられ、変な夢を見るようになった。ついに本当におかしくなってしまったのだろうか。いや、私の精神は病気ではなく、ただただ衰弱しているのだ。よく言うじゃないか、夢には自分の精神状態が反映されるんだとか。私の夢は私の不安で揺れている。恐ろしい、どぎつい赤色の壁に。なんだ、そもそも本当に私はこんな夢を見たのだっけ。時間日付が分からなくなって記憶力が落ちたように思う。あの夢はもっと幼い時に見たのかもしれないし、あるいはまだ私の死ぬ間際に見る夢なのかもしれない。つまり冗談である。ああ、こんなことばかり書いているとまたおかしいのじゃないかと思われてしまうではないか。だってここでやることがないのだから、ついにはこうして日記を読む人々をからかってやろうといたずらを企むしかない。退屈だ。なんかその夢の内容と現実を混同させてるというか、区別がつかなくなってきてるのか、どっちが夢でどっちが現実かみたいな、胡蝶の夢みたいになってるね今。なんかしれっとジリリリンってなったんだけど、北関ゲートへの管理するコンピューターだ。使用するにはパスワードが必要のようだ。デジタルは秘密の数字を愛す。6951じゃない。こっち行けないしな。もう行けるところはこんなもんかな。危険な感じの部屋には鉄柵が張られているらしい。こんなとこにいてはまずいだろう。あ、こっちか、こっちか。6951だっけ。よし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 。さあ、メッセージカード、くるっと回せば秘密の数字。あ、これがさっきのパスワードなのか。くるっと回せば今の数字をってこと。あー、なるほど、デジタルっていうのはそういうことか。はいはいはい、まあまあまあ、ありがちですね。6951の逆だから16、5の反対は2だから、ん、ちょっと待って待って待って、6951でしょ。9621。あ、9621を逆か。ちょっとダメだ、分かってんだけどさ、ちょっと待ってメモに書かして。ちょっと待ってな。書くでしょ、6951を書くでしょ。で、これを反転させる。ごめんな、ちょっと頭の中で分かってんだけどさ、一回メモにしてみないと、こういうのってね、なんかこんがらがる。なんで1269だ。あれ、ん、12
15だ1569だ1569。はい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 、別に何かそんなに迷うような謎解きじゃないのに。わあ、ちょっと雰囲気変わったね。ヤバげな感じになった。文字文字、よし、さあどっちから行くか。めっちゃそっち行きたいのに邪魔くそすぎる。飛んだな。6。恐ろしい事実に気づいてしまった。だってなぜ私にはこの部屋の様子がわかるのだろう。前を向いていながら背後に立つものを見ることができる。これではまるで、ん？前を見ながら後ろが見える。夢だからってこと？あー、なんかガラスとか鏡とかだとでも後ろの様子はわかるか。え、じゃあなんでお前鏡見たことないの？開かない。ちょっとなんかやばいぞやっぱ。5。夢の後しばらくしておかしくなった気がする。お前は最初からおかしいぞ。私には見えなかったものが見えるようになったのだ。なぜかわからないが、白昼が真夜中であったり、あるいは私は隣の部屋の様子がわかる。ああ、誰かの話し声が聞こえる。先生、時間がないので薬をください。先生、薬がないので時間をください。壁が赤く見えることがあり、手がないように見える。私の目はいよいよおかしくなったのだろうか。それとも、脳がおかしくなったのだろうか。あるいはそのどちらでもあるのかもしれない。この二つに違いはないのだ。それか私は夢を見てるのかもしれない。あの不思議な夢の中に閉じこもっているのだ。それは全然あり得る話で、私は個室が好きなのだ。だから夢の中に無意識に閉じこもっていてもおかしくはない。そういえば幼い頃は現実と夢の区別がなかった。私には全てがいい加減な作り物に見えたし、息の詰まるような苦しさだけが心に堆積していった。それは私をおかしくするに十分であったのかもしれない。かつて私はおかしく、そしてまたそれに気づいただけ。北館の重病患者の患者たちの中に可愛いヘルスがいる。彼女の心は健康だったが、体は終末的だった。臓器がいくらかなくてほとんど空っぽだったし、体は肉の袋で、中には優しい心と生意気な口の聞き方ばかりが詰まっているのだ。なんという悲劇。私は彼女の絵を描いて、それからリンゴを分け合った。時々梨が食べたいと思うのだが、ここにはない。私たちの幸せはそれと同じような形でしかないのだろう。満たされない。悲しいことだが、現実はどこまでも悲しい。午後にはよくドビュッシーを描いた。彼女と二人、頭を揺すられながら幻覚の世界に。悲鳴だとか説教だとか、院内の日常は幻覚的だ。私をおかしいというやつは自分のおかしさに気づいていない。それがあらゆるものの病院であると思う。本当はヘルスの話がしたいのに、こうして人々の悪口を語ってしまうのは、おかしいとかそういう問題ではなく、ただ悲しい。ヘルスが死ぬまで、私はこうして日記をつけるのだろうか。こんな不毛なことをして何になろうか。最近よく思うのは、生と死についてなのだ。Pの言葉や先生の言葉は役に立たない。それならカビのシミを見ていた方がいい。誰が愛について語れるというのだろう。愛が日常と異常の境を盲目にしてしまって、それでは誰が確かなことを言っているのだろう。私の考えはおかしいのだろうか。なぜ人々は私ばかりおかしいと思うのだろう。愛が足りないのだろうか。長えよここだけ。ここだけ尺長えよ。もう1分割ぐらいできただろうよ。ここも赤いね。やっぱ開かない。手記。私が私でないような気がする。記憶がないせいだ。昨日何があったか。最後に覚えてるのはいつの日のことか。良いだろうか先生方。
あるいは患者諸君、そしてあなた。この部屋はとても狭く、生きるには苦しい。外に出ないと死ぬよりもひどいことになるでしょう。私をここから出してください。奥歯にいつか食べた肉の肉片が挟まっている毎日。いや、毎日なんて幻想で、私は今日だけ生きてるのかも。ああ、語るべきことがない。それが問題だ。多分私にとって大事なのは自分を取り戻すことであるから、つまり記憶をくっきりさせることであるから、こんな文字だけではダメだ。私に必要なものは鏡だ。ここには鏡がないみたい。私、化粧もできないのだろうか。え、てか女の人なの？自分の顔も忘れてしまうなんて。でも自分の顔を覚えていないって素敵だ。あの人もその人も私と同じ顔でないとは言えない。私が常に二人いるってわけ。まずはこの部屋から出ることを考えましょう。鏡を見ないと頭がおかしくなってしまう。お前は何を言っているんだ。わー、まあでもなんか主人公ではないんだよな、 F 氏は。最後の書き方、手記の書き方的に女性だから、多分この半透明の人かな、これが F 氏なのかもしんないな。で、この主人公、もとい白衣を着てる人はその主治医だったみたいな。そういう感じ。あー、ここか。なるほどね。てか、それ鏡じゃね？こいつの向こうに鏡がある。どかしてみようか。はい。ちゃんとホラーやんけ。え、ちょっと、あ、よかった。さすがに演出だよな。何このゲーム、わけわかんない。すごい、なんかプレイヤーの心境を代弁してくれた。はい、ということで、あ、これで終わりか。ペイントレッド記念館、まあちょっと考察ゲーでしたね。いやいや、ちょっとね、分かってない。いや、ごめんなさい、嘘つきました。ほぼほぼ分かってないです。まあ、主人公は、まあ、F 氏ではなく、やはりなんか、もともとここの、ペイントレッド、なんだっけ、サナトリウムに勤務してた医者か何かで、で、あの、半透明でうすらいた存在が、その、日記を書いてた F 氏っていうことで、いいのかね。なんか、途中出てきた人物に関しては、なんか、よくわかんなかったけど、いや、ごめんなさい、全部わかんないです。もう正直には包み隠さず言うけど、何もわからなかった。はい、ということでね、あの、あれ、あ、進まない、これで終わりだ。はい、タイトル画面にも戻んないんだ。ということでね、ちょっとあの、さすがにね、あの動画自分で見返すとは思うんですけども、ちょっとね、わかんなかったんで、まあ、もしよければ皆さんの考えをね、聞かせてもらえればなと思うんで、まあ、考察でも何でもいいんで、思ったことをちょっとコメントにでも書いてやってください。はい。ということで、ペイントレッド記念館でした。